いろんな手技が使えれば本当に女性は強いんですよね。ストレッチをいろいろとやっていきたいと思います。ヘアケアではストレッチも取り入れて行っています。ストレッチだけのコースはないんですけれども、はい、はい。まずちょっとではアキレス腱を伸ばしますね。伸びてますか？はい、はい。今度膝裏の方伸ばしますね。あーくちょっときつかったですか？これぐらいですかね。伸びてますか？はい、はい、ちょっときついですか？このぐらいでしょうか？ストレッチなんて一切しない、はい、あー結構硬くなっちゃってるんですね、はい、じゃあ今度もも裏の方伸ばしますね。あああんまり気が乗らない感じですか？伸びてますか？いや、はい、はい。おつらいですか？やらなかった代償が来ます。だいぶ硬いですよね。長いですよね。まあ75度ぐらいは余裕で行ってほしいみたいな。これ90度いってる感覚なんですか？90度いくためには肩を上げてこないと。こんな感じですね。はい。こちらもやりますね。まずはケース剣ですね。伸びてますか？伸びてます。はい、でも本当ちょっと あれがね出てますね。そうなんですよ。ちょっとシアバターとか塗ってトリートメントしましょうか？あ、ぜひ。はい、はい、あ、膝裏ですね。だいぶ硬いですね。はい、ちょっとコンプレックスですね。あ、そうなんですね。はい、あ、結構体柔らかい子が多い、はい、あ、業界的に股割りとかは普通にみんな、あ、そっかそっか。硬いと、まあ、ちょっと表現力がみたいなことにもなってきますので、そうですね。はい、今度ちょっとこの内もも伸ばしますね。はい、あ、きついですか？このぐらいですかね。あれでもあれですよね、あのコメント欄で、はい、あのお腹やってる時の動画のコメントで、うん、はい、おっぱいないな、おっぱいないなって書かれてたんですよ。え、ひどい。だからこうお腹が出てんだよ。違いますよ。だからこう手で押さえてると、はい、この手のふっくらみというか、はい、手で見えないから、はい、全部ないひぺったんこなんだって思われたんだと思います。だから、ね、本当に見る目ってないというか、突き出していきます。そうですね、これこんだけありますからね。おっぱいなくないんですよ、はい、なんかね本当に見る目というか、そりゃ肉は上向いたら横に流れるし、そうです ね下着つけてなかったらそりゃ小さくなりますよね。東京してた乳首がここにあるけどそうですね。だから知らない人が多いんだと思いますよ。コメント書く人はとか書くとちょっとやばいからちょっと視聴者ディスりが。そうですよ、AV ばっか見てるからそんなんだぞ。そう、なんかすぐね、なんかおっぱいないとかでおっぱいでかいとか書くんだけど、実際違うんですよ。別におっぱいでかくなくてもそれはなんか際立つようにすることもできるし、あっても、ね、ないように見える体勢もあるしみたいな。そうですよね。グラドルなんかもこうテープ貼ってあるかも。あ、もうそう、めちゃめちゃ嘘ですからね。もうみんなそう、シャドウ入れてますからね。ほんとそんな、もうトリックアートですよね、あんなもの。本当ですよ。そうですよね。女の体はまあ女の体というか、うん、男の人でもね胸作ったりねできますからね、やる気になればね。デブな人でかいですからね。あ、デブじゃなくても、はい、あの本当に普通の平たい人が、うん、あのヌーブラとか使って、はい、おっぱい作るテクとか言って動画あるんですよ。この辺につけて2枚使うんですよ。1回何個、何の動画なんですかね。やばい、エンコアカウントが誰でも使
れるみたいな。そうそうそう、だから肉なんてもういくらでも動くっていうことですよね。動いたり、まあ多少いろいろ使えば大きくも見えたり小さくも見えたり。だってやっぱ大きい人でもね潰したりしてますからね、あの服とかによってはね。そうですね、うん、とか、じゃあ今度外側を伸ばすようにしますね。体の側面というか外ももというか、こっちに引っ掛けといて、でこれもこっちでグーと。どうですかね、ここ伸びてますかね、こちらから来てますか。はいはい。いろいろちょっと新しい取り組みになってますね、リラクエア動画は。いかにちょっと、まあそれもありかなって。今度こっちの右の脇腹で見てますか。ちょうどいいくらいですか、はい、きついですか。気持ちいいです。はい、大丈夫ですね。はい、はい、じゃあ今度はですね、このストリングスですね、下着の、あ、痛い。の前ももを伸ばします。あこれ血管が、血管来てないと思うんですけど、来てない結果に来ますか。伸びてますかね。はい、ちょっときついですか。あ、慣れてきました。慣れてきました。はい、しばらくやりましょうね。はい、結構体って、はい、あのパスごとに、大丈夫ですか。痛かった。だいぶちょっと左右差がありますね。ああ確かに。あ、これ腰が、じゃあこっちに寄りましょう。もうちょっと あのベッドのこちら側に体寄せていただいていいですか。はい、こっち回していただいて、これどうでしょうかね。あ、はい、はい、いけますか。はい、すねの方伸ばしますね。うん、さん結構すね側伸びてるので、すねが伸びてる、すね側もうすでにこうだいぶこっち側が、本来こういう感じの方のだと、まあアキレス腱伸ばしてすね側伸ばしてもできるんですけど、すでにちょっと伸びてるのはあんま伸ばさない方がいいかもしれないですけど、こういうことですね。これですねの方。でも普段から伸びてるからあんま伸びる感じないですかね。どうですか。あ、来ました。ちょっとです。ちょっと来ますね。はい、あんまりでもね、こっちのもうすでに伸びてるのであんまり伸ばさないが良さそうですね。伸びてる、伸びてますね。逆にこっちの伸ばさない方が、こっちのやっぱりあの裏側の方を伸ばした方がいいですね。あ、つま先体重にね多分なってるんですよね。つま先寄りに体重かかっちゃう感じで。あ、うん、まあ内股つま先、まあどうしても女の人はそういう傾向あって、私もそうなんですけど、うん、はい、じゃあ今度胸のストレッチしますね。はい、はい、じゃあ胸伸ばします。どうですか。あ、痛いここが痛い。そうですね、胸の筋肉ですね。あ、痛い。これぐらいですかね、そしたら軽めに。はい、はい、それにしてもなんか面白いほど被りましたね今日の。なんかボーダーの幅一緒ですよこれ。同じとこじゃないですか、ね、なんかユニクロですか。
いや私これ古着で600円で買いました。あ、そうなんですね。私ユニクロで買いました、はい、あ、ユニクロの古着なんですかね。あ、なんか似てますよね。でも生地の質は違うんですけど多分ちょっともしかしたら見る方が目がチカチカするかもしれない笑うと痛い向き変えますよ。はい、ちょっと伸びる場所ね、同じ胸の筋肉なんですけど伸びる場所変わって感じですね。痛いちょっときついですかね。このぐらいですか。はい、どうですか、モンハさん、ストレッチは好きですか。嫌いです。嫌いですか。いや、あ、受けるのはどうですか。あ、受けるの、受けるんだったらまあありかなって感じですかね。自分でやるのはちょっとあんま気持ちよくないですよね。めんどくさいとか痛いが勝っちゃいますよね。そうなんですよね。来てますか。はい、ちょっときついですか、このぐらいうちのおかんもよくテレビ見ながらストレッチやるんですけど、はい、続かないんですよね、はいはいはい、ああ、そのテレビでこういうストレッチありますよみたいなのをやった時に、そうそう、あ、2週間ぐらいは続くんだけど、はい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 、その後やってないです、ね、ああ、まあなんかめんどくさくなっちゃったりしますよねですね。あ、痛い痛い、このぐらいですかね。はい、あ、痛い痛い、だいぶ硬いですねこれと、はい、あ、でもまあこっちで肩甲骨浮かしてるのでね、負担はちょっとよりかかる感じですかね。はい、とか、まあ腕のストレッチですね。あ、それ、こういう風にしたりとか。いいですか何もしないですね本当に伸ばさないですね。あの、あれですよ、こう体の柔軟性、伸びは若さですから、はい、硬いとこう老化が早くなりますよ。あー、怖い、はい、親指側の方が伸びてますね。からあ、首がなですね、伸びてますか。はい、はい、はい、でこちら側もこうなります。ご視聴ありがとうございます。予約屋の花澤です。セラピストフェス2017、おかげさまで各地からですね、ご参加される方集まってます。今半分程度埋まった状態なんですけれども、あの、猶予がございますので、ぜひお越しくださいませ。タイラーさんとケンさんと私と3人でやっていきます。あの、セラピストって割とクローズドな空間になってしまっていて、結構施術の技術だったりとか交流だったりとかっていうのが止まりがちなんですね。それをもっと広げていって、普段のこう自分のやってることと周りのやってることと交流があると、いろいろ新しい視点が加わったりですとか、技術も向上するきっかけになりますので、ぜひあの、見に来ていただくといろんな発見があったりですとか、新しい仲間ができたり意欲が湧いたりっていうような形で、すごくためになると思います。ぜひあの、皆さんのお越しをお待ちしております。応募フォームは説明欄のところにあのリンク貼ってありますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。